日本のガーディアンの皆さん、こんにちは。 EAA のモバイルと申します。今回はナイトフォール移行モードの反転したスパイア、皆さんに攻略のヒントにつながればいいかなと思い、簡略的になんですが動画のほど作成させていただきました。よければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまずは僕が使用していた武器を紹介していきたいと思います。まずはじめに名もなきミッドナイトですね。こちらも有名な武器ですね。で、ダイダロスコード、こちらあまり使われている方を見ないんですが、意外と強いハンドキャノンなのでぜひ使ってみてください。で、ノーマルと同じようにワードクリックコイルですね。で、防具は少し変えまして、セレスティアルナイトホークと呼ばれるゴルガンの一撃を重くするといったエキゾチック防具を使用しております。一発しか撃てないんですが、その一発の火力がものすごいことになっているので、ぜひお持ちの方はセレスティアルナイトホーク一度は使ってみてください。で、ここからの流れなんですが、ノーマルだと、先に下に降りてちょこちょこ攻撃しててもいいんですが、移行モードだとどうしても簡単に殺されてしまうので、ガーディアンが死亡することなく安全に進むためには、まずは上からゴブリン等を処理してあげるのが安全にいけるのかなと思います。で、ある程度処理が終わったらミノタウルスだけになるので、下に降りてワードクリフコイルなどパワーウェポンなど使って、ミノタウルスを処理してあげてください。ちょっと僕は、近づいてくるミノタウルスに対してワードクリフコイルを使用してしまったので死亡してしまっているんですが、そんな状況でも、味方が上からでも処理できると思うので、あまり下に降りる方はミスすることなくミノタウルスを倒してあげるといいのかなと思います。で、処理が終わっているのでリングの解放ですね。下は一度上に上がるともう一度一箇所湧いているので、もう一度再度下に戻って上がるといったちょっと人道デマなんですが、時間を延長するためにはこの作業が大事なのかなと思います。で、ある程度リングが取り終わったので、こちらのエリアですね。で、ここもノーマルの動画と同じように上のサイオンから処理して、両サイドにいる黄色ネームを処理するといった流れです。で、ここも処理が終わったら、中央にコロッサス等がいるので、そういったコロッサス等をワードクリフコイルなどを使って、簡単に倒すことができるので、コロッサスの処理も忘れずに行ってください。で、コロッサスを処理せずに置いておくとリング解放の時に困ってしまうので、コロッサスだけは絶対に倒しておいてください。で、ここがノーマルとちょっと違ったやり方ですね。味方2人を置いてきた状態で、その味方2人がリングを取っている間に自分が前に行って装置を起動させるといった流れです。これはノーマルでもできるんですが、移行モードは何分時間が少ないので、こういったやり方を取って時間を延長しつつどんどんギミックを進めていくといったやり方が無難で安全なのかなと思うので、皆さんもぜひこのやり方をチャレンジしてみてください。で、あとはもう逃げながら、システムがリセットされるのを待つといった流れです。で、カバルの黄色ネームは一撃が重たい攻撃をしてくるので、その攻撃に気をつけながら次に進むといった流れです。で、一番の最難関と言われる反転したスパイアの場所はここですね。ドリルでリングを取りながら進むといった流れなんですけど、ここで詰まる時も僕もあるので、ここはリングは、取れたらラッキーっていう感じで取ってもらって、ですぐにボスに着く方が早いのかなと思います。無駄に死んでしまってリングにこだわって時間を延長してるのに減らしてしまうといったことにもなってしまうので、あそこの位置はリングにはこだわりはなくていいのかなと思います。あとはもうノーマルの動画と同じようにモジュールマインドをひたすら削るといった流れですね。で、ノーマルだったら少しハーピーを処理せずに置いておくことがあるんですが、移行モードだとどうしてもハーピーの攻撃ですら辛くなるので、近くにいるハーピーは処理しておくのがいいのかなと思います。で、ノーマルだと自分はこの上に乗ってやっていたんですが、ちょっと今回は詰まってしまってうまく乗れなかったので、下でダメージを受けながら、推進力を発動させて回復しているといった流れですね。で、無事
ゴブリン等が湧くことなく最下層まで落ちていくことができたので、あとはもう簡単ですね。ひたすらモジュールマインドに攻撃をしていくといった流れです。でこの時にパワーウェポン等があれば、ぜひパワーウェポン等を使ってモジュールマインドを攻撃してあげてください。まあ、僕はパワーウェポンが切れていたのでエネルギーウェポンとキネティックだけでやってるんですが、まあこれでも十分削れるのかなと思います。で頭一つ取れたタイミングで残りの味方2人がモジュールマインドに対してスーパーチャージを使うといったタイミングですね。でモジュールマインドにも使うのはいいと思うんですが、雑魚敵を処理してもっと安全にクリアしたいって方々はモジュールマインドを1人が攻撃している段階で、もう1人がウォーロックだったらスーパーチャージ等を使いながらゴブリンを倒しておくと簡単に進めるのかなと思います。僕らの場合はちょっと早めに倒そうということで2人がスーパーチャージを使って倒したんですが、まあ、僕があまり近づきすぎてワンパンで踏まれてしまって倒されたんですが、まあ、皆さんもこういった死亡がないようにすると時間ももっと簡単に残せるのかなと思います。まだこんな失敗をしていても5分以上は残せているので、5分以上、5分10秒ですかね、5分10秒は残せるので、ナイトフォール以降でも5分残しは簡単なので、ぜひこのやり方でチャレンジしてみてください。それではざっくりな説明で申し訳ないんですが、ご視聴のほどありがとうございました。他にも EA にはたくさんの動画が上がっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。